はいこんにちは、えー、てっちゃんはジャーナリストいつもご視聴ありがとうございます、えー、元横綱白鵬お宮城野親方ついにねいちゃもんをつけ出しました <laughs>、えー、皆さんご承知の通りね、えー、元大関霧島うんええー、親方要は道の奥部屋で、えーまあ、昨年ね 同じような暴力事件が起こったと弟子によるねで教会の処分はあのー、まあ比較的ね、まあ、軽いものであったとで同じようなね、あのー、弟子による暴力事件なのになんで自分は二階級降格になって部屋は閉鎖だとかね言われるんだと。 おかしいだろうというようなことをどうも言い始めたような感じなんですね。でね、そもそもね、あの初代のね。その今道の小館になってる。霧島っていうのはね。あの、本当にね。苦労して苦労して大関になったんですよ。で、あのまあ、体重がね。増えないとかね。 で筋トレをしてね体重をある程度増やした頑張ったもう自分はもう大関なんかなれるような器じゃないと思いつつね必死で必死で頑張ってで現役時代にその何て言うんですかねその問題を起こしたことがないんですよ、うん、だからまずね白鵬と比べてね あの大関になっても偉そうな顔をせず自分が大関になったことはあの何すごく喜んでね努力して努力して努力してそして大関になったで今はもう理事もしてますけどねあの非常になんていうかなこう好感の持てるね現役時代大関だったそして、まあ、人気もあった。 体つきが筋肉質でね筋トレで体を、ね、大きくしてで自分で努力して努力して努力して,努力してなった現役時代そんな問題も起こさなかった、うんまあ、その親方がね、まあ、弟子による暴力事件でね、まあ、今の2代目の霧島もねこれモンゴル出身ということでね、まあ ちょっとね宮城の部屋と似てるようでも似てないんですよ、それはね、なんでかというとね、あの頑張ってね上に行っても、まあ、大関まででしたけど、頑張ってもね頑張って上に行ってもね、偉そうな顔をせず、やっぱり、なんていうかな、周りとの協調性を持ち、やっぱり相撲のために、あ自分は相撲で、ね、大関まで行かせてもらった。 理事にまで出してもらったっていうね感謝の気持ちを持ってるんですよ、うん、でその道の区部屋でまあ、弟子による暴行事件が起こったなぜねあの処分の力が違うんだとなんで自分だけに階級効果がおかしいだろうと、まあ、それはねあのまあ白黄なら言いそうなことだなとは思いながらね 自分はね、横綱なんて偉くなればなるほど偉そうになってねあの、好き勝手して、万歳参照してみたりね、あの、何、あの、とにかくねあの、やってることがね、で、現役時代にね、3回注意受けたけど、もう疑惑だらけでしょ。うん。みんなね、それぞれロスモンさんは疑惑があるかもしれない。でも あのね白鵬の現役時代と霧島の現役時代ではねこれねあの天と地ですよ評価としてね、うん、天と地謙虚さと傲慢さ謙虚さと傲慢さ疑惑と清廉潔白やっぱりそれもねそれとあとはね 弟子による暴力事件っていっても、道のく部屋の暴力事件ってね、まあ、暴力事件といえば暴力ですけど、宮城の部屋で行われたことは、まあ、俗に言うね、丸々未遂と一緒ですよ、ひどすぎる、やってる内容がひどすぎる。だからね、比べたらだめなんですよ。 単純に暴力事件っていう言葉で言えば一緒かもしれないけどね、比べるものじゃないんですよ。それは暴力っていう言葉で比べれば分かりやすいかもしれない。比べたらいいか。レベルが違う。レベルが違うのとね、やっぱり自分の胸にね、手を置いて考えてほしい。ロールスロイス買い与えたふざけんじゃないよって。 また大関でも横綱でもないしね過去にね横綱大関でブロールスライスで来た人います何を考えてんですかとであのー、白鵬がいかにね北西方に金を使ったか知らん弱めを握られてるか知らんでもね親方としてね いくらね、相撲の技術がある、教え方がうまい、違うんですよ。で、練習が終わったらすぐ自分は部屋から帰る。要はね、部屋持ちってね、同じ屋根の下に住んでね、でね、お父さん的感覚でね、やっぱりしつけ、しつけっていうのはすごく大事だと思うんですよ。あのー、何、相撲を教えるのも、生き方も教えるのも、人間としてこうだと。 大人としてこうだっていうこともやっぱり指導できるのが、ね、お相撲さんの世界だと僕は思いますでも白鵬の場合逆でしょ相撲さえ教えれば相撲さえ強くなれば他は知らんと好きにしろと相撲さえ強くなったらロールスロイス買ってやるぞどういう親方なんですか あのね、やっぱね道の公や方にケッチつけるのはねちょっと筋が違う確かに怒ったことは怒ったこととしてねそれはあのー、まあ素直に受け止めなくちゃいけないでもそれなりの全部の総合的評価で処分を受けてるのにあのー、いちゃもんつけてね何でもあっちはこうなるのに自分はこうなんだなんていうねいちゃもんつけること自体がね もうナンセンセスのいいとこですよねもう白を今首相な顔してね、あのー、仕事してますけどねあんなもう裏ではもういろんな人にテーマーしねまあちょっとねもう開いた口が塞がらないっていうのはこのことでしょう。う自分のことは棚にあげてね あいつは横、あいつは大関だったのに、俺は史上最強の横綱だった。その俺に対して同じような事件なのに対応が違うじゃないかと。何を言ってんでしょうかね。もうね、もあ呆れてね、えー、正直ね、何も言う気がしません。